はい、回転です。フォールアウトニューベガス続きをやっていきます。はい。前回ね、エルダーからね、褒められまして、BOS の隠れ家の鍵、ここですか、もらいまして、で、中にパワーアーマーとかね、まだ切れませんが、あとね、テスラキャノンっていうね、武器も手に入れました。これですね。でね、武器修理キットで多少ちょっと修復して、コンディションはね、半分以上に今なってます。はい。で、まあ何が強いんだろう。で、まあダメージ1はそこそこなんですけど、エフェクトとしてね、ヒットポイントが下がるっていうね、効果が2秒、発生するってことでね、使えるのどうかどうかわかんないんですけどね、充電パック、あんまり数持ってないんですけどね、ちょっと、まあ使っていこうかなとは思ってます。まあこれとね、ガウスライフルでね、ちょっといいね、やっていこうかなとね。ここにでもね、設置しとこうかな。で、テスラキャノンを構えつつ、こっちで、プラズマライフルとか、ガウスライフルとかね。ブラックマウンテン、ここへね、来いって言われてるので、まあ、その入り口となら、このね、山のこう道をね、入り口まで来たんですけど、ね、ちょっと上、まあね、スーパーミュータントがね、確かね、いたと思うんですよね。ちょっと、まあ、ただ結構前なんでね、ここで、ちょっと、ここに来たのは、もうその時とは、桁違いに強くなってる。あ、ニールの小屋？俺も初めて見たな。ここに小屋があるのか？どこのことを言ってんの？ニール。あ、これか。なこれ。小屋？ヒューマン、おお！びっくりした。ここはお前らにとっヒューてマ危険な場所だぞ。ン。しゃべれる見えたの戻った方がいい。今。先に進んでもいいこわとざはわない。ざ危険なことを教えてくれるっていうね。一方的みたいだな。忠告ありがとう。ここはなぜ危険な場ラ所ジなオの放か。送を聞いたんだろん？う。ヒューマンなのになぜここに来聞いた。てないかもろくしにれ聞いなてい。なかったのか。ラジオの声の主は、ブブラッラッククマウンマウンテンのテン最の高司最令官、高司令官。タビサだ。タビサ。本人はここをユートビサ州と呼んでいる。タビなんサかが2ホーク年ス前みにたい実な権をね。握ってから、スーフォールアウパートミュー3タントで。は彼女の言いなりだ。あら。ヒューマンはその場で殺せという命令だよ。なんということを。タビサはもうたくさんなようだな。他に助けが得られるとしたらどうする？もうたくさんなような。クレイジークレイジークレイジー。クエスト追加。ブラックマウンテン山頂に向かい、タビサの恐怖政治を終わらせる。おほほほ。いいね。ただ、その前にたくさんのミュータントを殺さないといけない、ね、感じでしょうか。スピーチやれるんだった助けら、があれば勝ん？ち目もあるかもしれない。よし、腕に自信があるなら山怖っ。頂付近の村に来い。そこで話そう。次に会う時までに計画を練っておおお。く。幸運こいつを助祈けてる。くれんのか。お前にとっては難しい道だろう。フォークスみたいにこう、コンパニオンになってくれんのかな。あ、オプション、ブラックマウンテン山頂近くの村でニールに会うのか。おっと、レベルアップ。おー、レベル21。このゲームね、スピーチがすごいね、重要。あとは、まあ、エナジーウェポンをね、最近使うことが多くなってるから、エナジーウェポンも上げたい。さあ、パークは21、奇数のレベルだからね、覚えらんない。いや、ここはニールの小屋、ニールが住んでたところだったのか。なんか金目のもの持ってない？なんかないかな？ないか。知能のあるスーパーミュータント。何にもないね。質素な暮らし。グレネードが2個あるだけ。質素な暮らしをしてますね。質素っていうか何もないけどね。ベッドが、と椅子とかがあるだけ。さあ、敵反応いっぱい出てきた。こっちに2匹いる。いた。さあ、なんか見つけたけど、何を見つけたか表示されなかった。さあ、テスラキャノンだとあんま減らないのか。
きなり敵だよね。あ、向こう側にもいた。やばいね。さあ、こんなのとは初対戦かもしれないな。やってみるか。うわー、いっぱいいる。やべえぞこれ、やべえぞこれ。ちょっと待って。じゃセーブしとこう。セーブしときたい。よし、やったるぜ。あれなんだ、あれ怖い。強いのかどうかわからない。ただ、うん、それほどの損害なく倒せたような気がするが、ただ弾がいきなりとんでもなく減ったぞ。ダメだなこれな。弾が全然全然足りないわ。さあ倒したが、ちょっと戦利品を手に入れよう。なんかすごいもん持ってたからね。これなんだこれ。ヘビーインシネーター。ああ。ちょっと、どんぐらいのコンディションだ？あんまりコンディション良くないな。ラット？ちょっと待って。ラット値が上がる。ラットアベ持ってきたかね。これどんどんこれ強くなるのこれ。わあ、確かね、まあスーパーミュータントはラット耐性があるわけですよ。お、来た。は？どこ？ちょっと行くよ。行くよ。わあ、来た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 。痛い。どんどん攻撃して。よし、またハンマーか。まったくもう、あんまりいらないな。うちみたいなとこ来た。あと2、3匹いるぞ。あれ2いるかな。ちょっと敵じゃない反応があるね。うわー、やばいやばい、上がってきた。これはちょっとラットが急激に今プラス3になっちゃってるので、ちょっとラット X を飲んでおこう。かかってきな。うわ、よし、どこだ。うわ、ここやべえな。よし、ちょっとここか。またハンマーかい。これじゃ傷つくつけられない。あ、落ちちゃった。やばい。これ上がれるかな。もう上がれ、どっから上がれるよこれ。やだ、怖い怖い怖い。よし、はあ、まだまだいるぞ。先制攻撃。あれ、ゼロだ。嘘、もうなくなった。嘘。かかってきな。痛い痛い。じゃあ一匹ずつ着実に倒していきましょう。スーパースレッジ。いやー、上がるね上がるね。ラットアウェイも使っていかないと。ナイトキンマスター。うわ、いっぱいいる。仲間のために。うわ、うわ、ちょー、消えやがったねこれ。
大丈夫か。びっくりしたな。アンパーソード強いんだっけこれ。そうでもないね。ちょっとベロニカに持たせて。あ、いた。ないとき。えい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 。お、マシンガンみたいなの持ってる。ライトマシン。もう一匹いる。そこか。うわ、嫌なの持ってる。よいしょ。もうなんか敵の反応がねえの。ねえぞ。で、この中にもいっぱいいんのか。ちょっと先にあいつちょっとさらっていきたいな。ミサイルランチャー持ってたからね。これアナベル。お、なんかユニーク武器だ。すげえこれ。これはすごいわ。本当にぐらい。ちょっとアナベル使っていこう。アナベル。わあ、私に何かくれるの？オプションどうすりゃいいんだ。オプション。オプションはどうだったんだっけ。山頂近くの村でニールに会う。村ってこれじゃねえの？これ山頂じゃねえの？おかしいの。あ、探しますねって言ったそばに、もうそばにいましたねこれね。寝てるわ。ちょっと、うん、やだな、気になるな。ちょっと一発、ラットアウェイして。ニルさん。たどり着いたか。おい。驚いたな。はい、いつでも始められるぞ。なんか攻めに行くってことか。ちょっと待って。セーブする。セーブするだけ。ね。さあ、オプションはこれで成功したぞ。すぐに始めた。よし、わかった。どこ？なんだか知らんが。急げよ。あ、違う違う。すぐに始め。さあやろう。なんだか。え、さあやろうじゃないの。すぐに始め。な。すぐに始め。おかしい。な。バグった。バグった。すぐに始めた。な。バグったなこれな。ちょっとこれはバグっちゃったね。待て、準備ができてないって言われたらゆいね。ちょっとこれはすぐに始めた。なんだかし、ほらこれおかしいね。さあ やろうっつって言ってんのにこれ全然ついてこない。これバグだね。ちょっととんでもないバグが出てしまったので、すぐに始めた。ちょっとちょっと前までね、でセーブしたところからちょっとね大変なんですけど、20分ぐらいかかったんだけど、ちょっとやり直さないと多分これバグかもしれないですね。ちょっとね時間がかかったんですけど、結構、やっと、ニールさんのとこ戻ってきました。はい。じゃあね、これちゃんとたどり着いたか。驚いたな。一回断るとね、もうね、いつでも始められるぞ。ダメになっちゃって。なんだか知らんが、急げよ。あれこれバグ？せっかくやり直したのに、なんだかわからんけど急げよ。どこ行けばいいの？そんで。こっち向かえばいいのかな。なんか。バグってるよね。しかせっかくやり直したのに変わらずかよ。ああ、もうこのね30分以上すごい無駄にしたぞこれ。やり直してんの。もういいや、知らないもんニールさん。そんなね、でとりあえずこの中入って中の敵をやっつければいいんだろう多分ね。いいんでしょう。
貯蔵庫、刑務所で、何ここに行けって言ってんの。ここブロードキャストビル2階、これ2階だって。1階から2階に行け。とりあえず行ってみようか。ビルっていう割にはものすごいちっちゃい。中入るとでかいのかな。うわっ、何があるの。すげえいろいろ機械が。なんだこれは一体。ターン、ちょっと片っ端から開けてみようか。ウィニング1。よし、なんだこれ。衛星ネットワーク、どの子。ミサイル到達するまであと2。これなんか戦争の前の戦争のね記録でも残ってるんだろうか。マーカス、スイッチ、これを使えない。いやすげえいろんな機械が。ツールキャリア、プランジャー、プランジャーだけが入ってる。これもこう0。やっと入れた。あ、なんかあんまり意味なさそうだ。マーカス、ラジオ局、タイム放送中。いつだ、何年これ。戦前だ。エリート、戦争中だね。ね、グレートウォー、2075年、2077年って書いてあるね。あんま、なんか我々が今ここに来た目的とは全く関係なさそうなね話しか書いてないな。ここから2回行けんのか。これあれ行けなさそうだね。ここ上にどうやって上がるのこれ。あ、ここから上がるのか。ここね、え？鍵が必要。はあ、ちょっと他の建物も見るしかねえのか、これ。しょうがないね。こっちにはない。うわ。ちょっとその前にこの建物見てこい。いやー、なんだろう、ニールさんな。意味がわからないぞ、あのバグは。うわ、なにこれ。びっくりした。なにこれ。え？宝探し。なんか、なんだここは一体。関係者各位、あなたのこと。この前の襲撃では非常に素晴らしいものが手に入ったけど、前回のような面倒は一切起こしたくない。ああ、これが言ってた女の、なんだろう、ボスなのか。だから、この部屋に何もかも隠すことにした。これを読んでね、見つけていただいたからどれも好きにくりしてくれてた。お、構わない。隠したアイテム、ミサイルランチャー、ミサイル、CA、フラグゲリング、スーパースティンパック、各位弾薬。あなたの慈悲深い最高の主人、タビさん。なんか怪しいな、なんか本当かいとか思うね。隠したって言ったってさ、ただ棚に入れてるだけだったらさ、鍵が必要ってことね。全部鍵がいるんじゃないかこれ。お、なんだこれ、ハンディ。え、ロボットは横たわる。
わずかに。ローンだ。サイエンス60以上が必要。再起動できます。でも、サイエンス今、足りないかな。サイエンス、あ、53。なんか本があれば、あるかな、サイエンス上げるの。ちょっとなさそうだな。あ、あった。よし、5個持ってるから大丈夫。さあ、ロボットは、よーし、これ、直せるか、チェックする。ん?投影モードに入ってることが分かりました。ああ、自衛メカニズムが動いたんだ。AI をリセットする方法が分からなかったかもしれない。正しいスイッチを、おそらくロボットは元通りになる。こんにちは。タミス様はどちらにいらっしゃいますか?分からないが、一瞬探すか。ありがとうございます。私の内臓時計によると、最後にタビサ様とお会いしてから6年52日40分13秒が経過しています。お一人でなければよいのですが、私の回復中にタビサ様は一体どうなさっていたんでしょう。はい、どうぞ。私などにお構いなく。なんだ、せっかく生き返らしたのにこいつは何かしてくれないのか。なんだ、弾薬は見つけたぞ。ここに何かあるのか。え、こういうとこに何かあるのか。おもちゃの車とかしかない。ガラクタ、各種ガラクタじゃねえか。鍵やね。ちょっとかなりミソだな。ちょっとどかしてみよう、こういうの。死んじゃうときね。それは素晴らしい。あー、タビサが来やがっ、タビサってこ、おわえ、ロンダも攻撃してきてる。よし、とどめは俺が刺す。タビサ様のお怪我を、どなたかドクターを。いや、死んだよ。怪我っていうかさ、あれ終わっちゃった。こんなにか軽く簡単にあれ、鍵手に入るよね。ほら、やった。タビサ。なんだこいつは。俺普通の人間の女の人かと思ったら違かった。様は一体どうなさっていたんでしょう。ないときいいんじゃねえか。ああ、こいつはもう一生こんな感じか。あー、とりあえず鍵、よし。まあ鍵を手に入れたらね。よし。でさっき行ったところのなんか、あ、いねえよドクターなんかもう。ご用件は何でしょうか。さあ、いきなり攻撃を仕掛けてきそうで怖いな、これ。ロンだね。あとどこだ、こっちか。はあ、びっくりしたね。いきなり入ってくるとは思わなかったな。さあ、そんな感じでね、結局ニールさんのなんか助けもなんか借りることなくなんか終わっちゃいましたね、ミッションがね。なんだかよくわからないけど。はい、ここの鍵はね、手に入れてるから、2階入れる。うん。お。おう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 。お、トランクある。わあ、結構、リボルバーが3丁。弾がいっぱい。ボルバー3丁ってね、ちょっとニコイチしたくなっちゃうね、すぐね。9ミリピストル。ただ弾がない。修理メモ3、
修理。ラウレ、ロンダーに腹が立ったからこいつを投げつけてやったの。そしたら動かなくなったみたい。修理してちょうだい。ラウルっていう人がいたのか。あ、アクションレーダーコンソール、これじゃないかな、ミッションのやつね。あ、このコンソールはレーダーや他の探知システムに接続されているそうようです。これだよね、エルダーに依頼されたのは。ほら、うん、あ、マクナーマラのところに報告しに行く。じゃあこれでミッションね、BOS のミッションは OK だね、やった。はい、他に何かあるかな。もうないかな、もう。あ、五戦士。じゃあここはこんなもんか。うん、ここがね、ミソだったんですね。はい、2回こっち側に降りれるね。これで、うん、刑務所っていうのはちょっと気にかかるな、これね。こんなちっちゃいの刑務所って。それとも地下になんか、地下がすげえ広いとかかな。え、刑務所。あ、こっち中入れんのか。あ、ターミナル。うわ、ヘルメスコミュニケーションズブラックマウンテン、サブマトリックスシステムオンライン。タビサがどう、タビサ、旅さのなんか行動みたいなのが。パスワードだ。ドアのロックをパスワード式に変えると、なんかドアがあんのかな。あ、ブラックマウンテン監獄のパスワードを手に入れた。どっかにかかってるのか、このパスワードで。鍵がね、よし、なんか手に入れたぞ。そのドアか、ロック外す。これが、これはパスワードだったのかな。ここ？ここだったのかな。これ、うわ、うわ、お、なんだ、いる。やっと来たな。すぐに行くかい。何、すぐに行くって。どういう意味？お前は何者だ？ラウル・アルフォンソ・テハだ。ここのメカニックだ。お、メカニック。じゃあなんでジャンプスーツに逃げるという。実際一緒についていきたいのか。悪いな、ボス。は？あんたの元で死にたいが、もう仲間がいるじゃないか。これコンパニオンなんの？こい。悪いな、ボス。あんたの元で死にたいが。コンパニオンこれ。もう仲間がいるじゃないか。あ、そう。ちょっと待って。いいよ、ボス。コンパニオンだこれ。何が知りたい？お前何者？ラウル・アルフォンソ・テハだ。ここのメカニックだ。新たなコンパニオン、ちょっとね、いいよ、出てきましたね。メキシコシティの郊外だ。メキシコシティ。家族は小さな農場をやっていた。うん。ボス。ボス、もう忘れ。ラウル・アルフォンソ・テハダだ。白くなってたから聞いたね。なんでミゲル？昔ミゲルのものだったからさ。うん。何でも聞いてくれ。記憶も曖昧だし、こんなことをする年じゃない、それは確かだ。200歳ぐらいだよね、多分。いきなりボス。地高石油、ね、地高石油を知らない？ポセイドンエネルギー系列の。ああ、知らないか。監獄、戦前にメキシコにあった石油会社だよ。でもなんか食い物食ってるみたいだ。でかくてイカれたスーパーミュータントに動くなと言われたらそうするさ、うんうん、ボスはともかくこの老いぼれはそうだ。しかしそもそもどうやってタビサを見つけた？バカな話だよ、ボス、うん、昔暇つぶしにラジオ放送を聞いていたんだ、うん、ある日放送が止まったから送信機を探すことにした。目が悪くなる前は
修理が得意だったからな。ブラックマウンテンに行って修理を申し出たら、タビサに役に立つと思われて捕まった。修理してくれるのか。いやちょっとマジか。新しいちょっとコンパニオン、ラウルっていう人をね、ちょっと見つけましたね。せっかくのこの人のご飯かもしれない、このヌードル盗んじゃったけど。そうか、ちょっとベロニカさんしばらくお休みで、ラウルをちょっと連れてこうかな。ちょなんかね、なんとなく弱そうだけど、でもなんか修理してくれるかもしれないね。はい、ラウルさんとね、ちょっと、バンカーに戻ってきた、ヒトゥンバレのバンカーに戻ってきた感じです。ちょっとしばらくね、このねグールのラウルさん、イケメンのねグールのラウルさんと、ちょっとしばらく、冒険しようかなと思うんですけども、ベロニカは交易所に、ね、戻っていきましたということと、あとブラックマウンテンでね、ニールさん、お話をね最後したら、なんかねグールが、またねブラックマウンテンに来るかもしれないから俺は残るっつってね、なんか言ってましたね。そんでもって、なんかね変なところ、このジェイコブズタウンっていうところに行けって言っとくよってなんか言ってね、ここにマップマーカーが追加されたんですけど、なんかここにねスーパーミュータントの街がなんかあるのかね、よくわかんないですけどね、ここが、マップに追加されたって感じですね。これなんだろう、クレーターのところなのかな。これはちょっとね行ってみたいですよね。ヘルダーも喜んでくれるだろう。ほら、私でよければ力になろう。あら、友よなんて言い始めちゃってるね。ブラックマンデーに装置を設置したぞ。ああ、早速電波が入ってきている、うん、ほら、今度も我々の力となってくれそうだ。もういいでしょう。それでは組織への比類なき貢献を称えて、パラディン、あ、俺パラディンになった。お前にブラザーフッドオブスティールパラディンの称号を授ける、はい、立派な授与式は行ってやれんが、せめてもの埋め合わせにこれをやろう。お前用のパワーアーマー一式をナイトに修理させておいて。やった。型は古いが性能は申し分ない。ついにパワーアーマーを切る時が来た。では使い方を教えてやろう。はい、おっと、 T45 か。一番古い型のあれだね。ぜひまずは装着法から。装着法、え、あ、もうよし、ね、これでコツは分かったな。今ならどんなパワーアーマーも装備できよう。それと通常の武器以外にも組織の装備品はすべて利用できるようにしておいた。お前はもうブラザーフッドオブスティールの一員だ。その名に恥じない格好をしてもらうぞ。もうお前らとは敵になってもいいんだ。最後にこのバンカーへの自由な出入りを許可しよう。お前の働きを考えたらそうしないのは罪だろう。今後は常にブラザーフッドオブスティールの利益を優先すること。それさえ守れるなら、お前はいつでも家族の一員だ。まあ変なことしてたらね、敵になっちゃうよ。またおーっと来た。アイサイトゥーザプライ。あー、コンディション悪い。なんでこんなコンディション悪いのね。あら、ちょっと直さないと使い物なんないぞこれ。さあさあ、ついに、あー、パワーハーマー、やっとね切られましたね。いやーすごい。まあこのニューベガスでね初めてパワーアーマー切るんでね、いやーいいっすね。やった。